はい、こんにちは。村尾聡です。今回はですね、黒板を子どもに開放しようという話をしたいと思います。以前動画で板書というのは別に教師の専売特許じゃないよという話をしましたね。子どもたちに黒板を開放するという指導法があります。これは向山陽一先生が提案された方法だというふうに認識しているんですけども、子どもたちの意見を黒板にダーッと書かせるわけですね。私はもう毎回そういうふうにしてましたけども、子どもたちの意見を黒板にザーッと全員書かせることで、これね、全員書かせなきゃダメなんですけどね、全員書かせることで、まあ、みんなの意見が全部一覧できるわけですよ、黒板にね。まあ、今はね、1人1台端末の時代になりましたので、黒板に書かなくてもですね、さまざまな方法で共有できるようになりましたけども、まあ、黒板を使う授業としてはですね、一覧でザーッと書かせるわけですね。で、この黒板に自分の意見を全部一覧で書かせるっていうのもですね、かなりトレーニングが必要なんですよ。例えば字の大きさだとかね、自分の意見を一行で書けるように要約する力だとか、まあ、そういう細かい指導がたくさんあるんですね。あと書く時間ですね、ゆっくり書いてられないですしね、まあ、そういうところも鍛えていかなければいけないので、決して簡単なことではないんですね。まあ、でもそれをこなしたとしてですね、子どもたちの意見が全部こう書かれたとしますね。で、この後の展開をどうするのかというね、ご質問をいただいてるんですけども、まあ、正直ですね、その後の展開はね、もう本当に様々なんですよ。で、黒板に何を書かせたかによっても全然違いますよね。まあ、ですから今日はちょっと一つ、私が一番よくやっていた方法についてね、概略をお話ししたいと思います。私は川田隆文先生、山口の川田隆文先生ですね、有名な先生ですけども、川田先生の集合知という、まあ、授業をよく追試していました。集合知の授業というのはどういう授業かというと、簡単に言うとですね、質疑応答の授業なんですね。例えば社会科を例にして言いますとね、何か写真を読み取って、でその読み取った中身を黒板にザーッと書かせますね。で、その内容についてですね、全員で質疑応答していく授業なんですよ。例えば A 君の意見について質問します、これこれはこういう意味なのですか、みたいな形で質問をどんどんさせていく授業なんですね。で、質問された子はそれについて答えていくという授業なんですよ。で、また他の子が別の子の意見について質問して、で、質問された子が答えるという、まあ、こういうパターンで進んでいく授業なんですね。そうすると一人一人が読み取った内容がこう共有される良さがあるんですね。全員に共有されるんですよね。まあ、基本形はそういう形で進んでいく授業なんですが、まあ、私の場合はですね、そのことが次の討論へのステップになっていくので、この質疑応答の授業というのをよくやってたんですね。で、質疑応答の授業が充実してくると、だんだん討論の授業もできるようになってくるんですよ。質疑応答の授業がこう討論的な授業にこう変わっていくんですけど、まあ、変わっていくといってもね、あんまり勝手には変わっていかなくて、そこには意図的な指導が必要になってくるんですが、まあ、この内容についてはですね、正直これセミナーで話すような、結構ね、細かい話になっていくので、まあ、この10分程度の動画で全部語りきることはできないので、まあ、ポイント一つだけ言っておきますね。それはですね、例えば1枚の写真を読み取って、でそれを子どもが黒板に全部書きますよね。で、例えば子どもたちって最初はこんなことしか書かないんですよ。何々があるとか、何々が見えるとか、まあ、少し良くて何々が多い、何々が少ないとか、まあ、そのくらいのことしか書かないわけですよね。で、そうするとですね、それは別に質問するような内容じゃないわけですよね。例えば海が見えるっていうことに関して、それはもうみんな誰が見ても海が見えるわけですよね。で、そこに質問なんか絶対生まれないですよね。じゃあどうしたらその質問するような内容が読み取れるかということなんですよね。それがね、一つ一番のポイントになってくるんですけども、それはですね、子どもの写真の読み取りにその子なりの解釈が入ってないと質問できないんですよね。解釈ですから、これは人によって違ってくるので質問が発生するわけですよ。まあ、海が見えるという、まずね、事実認識がありますね。認識がありますよね。で、その後にそこに解釈が入ってくると質問ができるわけですね。海が見える、多分太平洋だろうってこう子どもが書いたとしますね。その子の太平洋だろうっていうのはその子の解釈ですよね。もしかしたら日本海かもしれないわけですよね。そのことに関してある子から質問が出る可能性が高まるわけですね。ナイナイちゃんに質問です。今太平洋と書いてありますけども、これは日本海じゃないでしょうかっていう意見ですね。で、解釈に対する質問っていうのはね、もう討論になっていくんですよね。それが日本海じゃないか太平洋じゃないかっていう話し合いになっていくわけですよね。
で先生は聞いてみればいいんです、みんなに。え、じゃあこれみんなね、今そういう意見が出たけども、太平洋だと思う人、日本海だと思う人、はい、じゃあ証拠を調べなさいって言って、調べたことをもとに討論していくとかね、まあ、そういうパターンになっていくわけですね。これが一つの黒板にね、全員の意見を書かせた後の授業の進め方の一つですね。まあ、他にもですね、たくさんあるんですけども、まあ、今回それ全部話してると本当にね、キリがないので、まあ、一つ今日は集合知の授業というふうにして、まあ、質疑応答の授業ですね。集合知という授業形態があって、でその中でこう討論が生まれていく、まあ、その基本的な流れを今お話ししたわけですけども、まあ、とはいえですね、実際にこれを運用していく上ではですね、いろいろな細かい技術が必要なんですね。これについては私もセミナーなどでよく話をしてきたんですけども、もしよかったらですね、セミナーにもおいでください。今度ですね、7月の31日の日に、Zoom を使って、本当に久しぶりなんですけど、私ね、第11回村野聡サマーライブ、私のセミナーはね全部ライブってつけるようにしてるんですけども、第11回村野聡サマーライブという形で国語の全領域を扱ったセミナーを実施したいと思いますので、もしよろしければね、概要欄に貼っときますのでご参加ください。まあ、今回その中で討論について語るかどうかちょっとまだ分かりませんが、一応ですね、案内も出してますのでご覧ください。というわけでですね、子どもたちに黒板を開放すると、まあ、黒板がね、子どもたちの意見こう一覧ザーッと出ますのでね、話し合いの授業を進めていく上でもですね、黒板に自分の意見が出てると、いつ自分の意見が取り上げられるかわからないわけで、まあね、子どもたちの緊張感が保てるという良さもあるんですね。ですのでぜひですね、黒板に自分の意見を書かせ、そしてそれをもとに質疑応答、集合知のような授業を組み立てて、で最後には討論的なものに持っていくという、まあ、こういう流れをですね、皆さんいろんなところから学びながら組み立てていってほしいなというふうに思います。まあ、今回はそのための第一歩、ヒントについて、まあ、特にね、意見解釈を黒板に書くと、それが質疑応答の授業になるし、討論につながっていくという話をいたしました。はい、それでは今回の話は以上になります。はい、いつも最後まで見ていただきましてありがとうございます。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。